どんな街か、私のイメージって一言で表すとすごいサンドバって言葉が浮かぶんです。人がすごく多かったりとか、普段生活している中でも街の音だったりとか、いろんなファッションがいっぱいあったりとか、すごく刺激、インスパイアがすごい多い街だと思うので、歩いている時に音楽が聞こえてきて、街の雰囲気と音楽がマッチしたそのイメージをが浮かんで、そのまま家に持って帰って嗅ぐこともあるし、一枚の作品が出来上がるプロセスは、基本は音楽は絶対かけてるんですけど、ヘッドホンとかせずに部屋結構大きめの音で音楽かけながら、もともと私はそのヒップホップとか音楽とかが大好きで、ヒップホップのアーティストは本当によく書くんですけど、私が書く人って面白い顔だったりとか特徴がある人が多いんです。例えばなんかすごい尖ったメンズライクな絵を描きたいんですけど、ポジティブな気持ちとかを表現した時に割とすごいポップだったりとか可愛い絵になることが多いですね。私のそういう作品は割と私の中をこう表現できてると思います。チョコムーです。これはリミックスプロジェクトへの作品です。